体制完了です。スタートを切りました。まずまずのスタートであります。 TM オーシャン出を伺っています。さてまだ横一線ですが、9番のマイネル・ボルテクスか、第1コーナーのカーブに殺到いたします。まだ横に広がっています。人気のテーモーシャンがどうやら先手を取るんでしょうか。人気のテーモーシャンが先手を取りました。本田勝、1馬身から2馬身のリードを取りました。さあご覧のように単勝1番人気、ゼッケン番号3番テーモーシャンが先手を取りまして、ぐんぐん後続を引き離していきました。3馬身から4馬身のリード、2番手にはマイネル・ボルテクス、あとは3番手6番の伊達のバサラです。4番手は2頭並んでいます。外に GT チャンプ、インコースに7番のジャングルポケット、中段には12番の名城堂さんであります。あとはセンターベンセール武豊、インコースに4番のスキャンボーイであります。あとは外を回りました10番の高野帝王、それから2馬身差8番のマイネル・カーネギー、インコースから1番の当選グローリー、外に5番のマイネル・コンシャスと固まっています。あとは2番のレーブド・グロワール、これが新外の体制であります。13頭全く一段となって残り 800m の標識を通過しています。1分ちょうどぐらいで通過しています。3コーナーカーブ、13頭が一段となっています。人気の3番のテーモーシャン、まだ1馬身から2馬身のリード、2番手固まって外を通ってピンクの帽子が2頭だ。 GT チャンプとそれから名勝堂さん、それから7枠の1頭でありますが、10番の高野帝王が4番手に上がってきた。あとは5番のマイネルコンシャス、真ん中からは7番のジャングルポケット、外を回った2番のレーブド・グロワールであります。インコースから11番のゼンターベンセールの体制であります。人気のテーモーシャン、さあ逃げ切ることができるかどうか。4コーナーカーブから直線に入りました。先頭はテーモーシャン、粘って直線に入っている。さあ2番手には10番高野帝王、テーモーシャン、高野帝王がさあ先頭か。外からはジャングルポケットが追い込んでくる。ジャングルポケット一気に差し切る勢いであります。先頭はジャングルポケットに変わった。2番手には高野帝王でゴールイン。